今度はこっちのマリオサーキットですね。 GC マリオサーキット 150cc だから、まあさっきよりかはマシかなと思いますね。うん、右に回って回ってってなりますよ。ちょっとさすがに喉が疲れてきたかな。3本連続で撮ってるんでね。こんなね3本連続で撮るようなこと僕はあんまりしないんで大丈夫かな。喉が最後をね持てばいいんですけどね。うん、まあ落ち着いていきましょうか。ここはね、よし、ほんとキノコに好かれてんなお前な、デイジーよ。そんなにキノコが好きかい。うん好きよとか言ってきそう。やっとスター引いてくれた、うん、やっと言うこと聞いてくれたね。言うこと聞かないポケモンがやっと行動してくれたかのような時ですね今いかにも。ただこんな時に限って三段回避できなかったりするんですよね自分ね。まあでもまだ降らんでしょう。最初がなちょっと調子良すぎたのもあるんだろうね。でもそろそろ降るんじゃないかな、ここら辺とか降らんとね。あでももういいや、次回避できる、回避できるからいいよ。ほい、まあここで使ってくれれば話ですけどと思ったらパウダーかどっちしても使わなきゃダメ、あかんパターンでしたね。よし、そこで効果切れる。オッケーオッケー。雲の人どんまい。なんとか4位まで上がれたな。でトゲゾー行ってくれればいいんですけどね。まあ来ないのが定石ってやつなんでしょうか。おう、4位でこれね、これだったらいいんですけどね。いつもこれだったらいいんだよ。いつもこれだったらいいんですよ。4位でもトリプルキノコ出ることは結構あるんで。まあ行幸ですね。いわゆる。はい、4位でもこれぐらい上がるから4位連続取っていけばいいか。なんて甘いこと言ってみました。またここかと言っても実況内で初めてか。はい、というわけで工場となります。まあここ実況取る前結構走ってたコースでしてね。ここで結構雲とか出たりしてたんですよね最初の頃はね。もうやっぱさっきと比べてファンキー多いな。まあ走りづらいけど、まあこの方が僕にとっては修行になるかなと思いますね。あんま緩すぎると今度はそれでねレート上げたりして乾燥したりしても、うん、意味ないんで、もうどうせなら思いっきり辛い部屋で乾燥したりした方がいいかなと思うんですよ。いきなり降ったか、早いな。よし、まあ、後方待機で行ったおかげですぐにキラー引いたりとかできたんですけどね。 NI ショートカット失敗した人がいるようですね。それでだいぶ前出れたってこん感じかな。いやでも一人だからそんなんでもないか。あ、また落ちた人がいた。よく見たらやばいな、これよく見たらほとんどファンキーじゃないですか。もう困るな。ここで使いましょうか。まあでも多分振らないでしょうとか言ってると振るわけない。とか言ってると振るとかいうのはねもうフラグでしかありませんでした。あーそっか、 NI ショートカットしに行って失敗した時用に使えばよかったんだよ。もうあーこれやばい、ちょっと遅い、ちょっとアイテムが遅くなった、ちょっとアイテム出るの遅くなったよ。ほい、あ早くなった。ここで回避、ここで回避、 OK。 よし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 、キンキのいいね、ここでキンキの、よしやよしや、キンキの目。下水な、本当俺下水な。オッケー、これいいんじゃない、いいんじゃない、1いけるよ、1いける、1、あ、2、1は無理か。お、あーダメか、よっしゃ1名とかなったらよかったんですけどね、ちょっとキンキの使うの遅かったな。うん、2か、あ、これでグッドカンストに近づきましたね。そっちのクッパキャッスルでもないんだよな。まあグバさんよりかはいいでしょう。よし、逃げるのにはちょうどいいコースではありますね。結構ブレたりしてるけど大丈夫かな。
あーマレコの方がですけどね今僕はテレビ見ながらやってるんで、そんなテレビアマレコを見てるわけじゃないんでちょっとわかんないんですけど、うん。さあここでチケボン、これはチケボンチケボン、よし、あーあらーっつね、ほんとに洋服も出るわあーいいや、もういいや、ここは甘んじて受けましょうか。また打開させなきゃ、させられんのか。自殺願望なしさん自殺願望ないのかいいじゃない、いいことじゃないかいいことですよ、生きるってのはいいことですから。さあここで11位でトリプルキノコじゃちょっと物足りないね。でここでスタ銀キノかい、キノコ系に好かれることで低評価上がる僕でございます。ほえー、怖いよ。おほほほほ、またキノコかまあでも5位でのこれだったら全然 OK、 5位でも結構出る方なんだよな。よし、いやいや何の意味もないね回されちゃどうしようもないですよ回す、しかも直後に投げられちゃったんじゃな、サンダーの直後に投げられちゃったんじゃ、もう回避のしようがないですね。あ、またできましたチケボーンどうしようかなこのチケボーン、停止赤とかしてくるようだったらしなかったかと思ったんですけど、はいチケボーン、ちょっとね追っ手がいましたんでね今度は僕が回していくっていうな。さあどうしようかな、ちょっとね前が離れていきましたねと思ったら時蔵行ってくれましたね。あ、うわう、オッケー、ナイスです。あれ、なんか2位まで上がっていったね、どういうことだ、そんなにミスった人いる。あーダメか、はい、ポジション的にダメだ、あかんあかん、3位の人もいるし、ただこのままいけば3位かな、あぶねえ、そこにバナナあるから引っかかんないようにしないと、怖いな、ここにニセボとか引っ掛けられたりしたら怖いな。あー、そういう、そっちかい、だが大丈夫、だが大丈夫、オッケー、ほんとね行幸プレイですね行幸で勝ってるようなもんだ、さっきからねアイテムが当たらなくて済むとか、いい感じにサンダー回避できるとかね、うん、行幸プレイばっかりだなちょっと実力プレイってのはあんまり見せてないなって言いたいところですけど、ここで完走、ちょっと不本意ですけど完走させていただきましたまったここかよですねおかしいやろ何このコース率2本目で取ったここがねまた当たっちゃったわけですね。今度は止まらずに、うん、150cc ですから前に行きましょう。まあ打開ゲーのコースですけど、打開ゲーのコースでも基本的に前に出るのが僕のスタイルなわけですよ。止まってしまうのは被弾した時ぐらいですね、被弾しない限りは前行きます。にぃにぃ、あら、なんか2人当たったうんとか言ってもロゼットとさあファンキーがさ、にぃにぃなんてうんだもんよし、おええ今踏んじゃったの、何そのラグ、踏んでもいない位置で踏んだことになってるってすごいラグい、あめ行幸プレイその2、その2ってじゃあその1は何なんだってやつですよねその1別に言ってるわけでもないのに、ほいほいと、まあこうするしかないんですよ。ここでアイテム取ってトリプルが良かったなー、あ、でも赤コーラだからいいか、後ろに投げんなよ、赤コーラは前に投げるもんだとか言ってると後ろから来るんですよ、あらー、もうおとなしく止まろうかなと思ったけど、まあいいや、ここで金キノ出ないなんかワンランクしたらな、カンストしたのに、おおおおおナイスナイスです、5位
なってねえな。ダメですね。これはひどいな。やっちまったな。やっちまったな。あ、でも30ポイントか。じゃあいいや。次でまた行きましょうか。